世界の皆さん、こんにちは。今回はユニバーサルスタジオジャパンでポップコーン全種類を食べ比べしました。今回食べ比べをするポップコーンは全部で7種類です。単純にいろいろな味のポップコーンを食べ比べするだけであれば、ポップコーンバケツを購入する意味は全くありません。意外を開くと、この脳みそがポップコーンと多分何も考えてない。しょっぱく感じる。バターの感じすごい。まあ普通のポップコーンですけど、塩のポップコーンちゃんと塩効いてないとうまくない。これさっき散々つまみ食いしたからな。映画館の味。うん、バター結構効いてるよね。結構いいタイミングだったじゃん。タレみたいなやつ。うん、スヌーピー一番量多いんじゃない。そういうのあんのかな。周りは超少ないです。何なんだこれが。すごいふわふわで気持ちいい。あとここにラブって書いてあるから、あったかい気持ちになる。カビの好きなんか不気味なんだよね。無謀って感じがする。スヌーピーだからちょっとピーナッツ入ってるとかそういう演出はない。何にもないね。こいつもあれだね、頭蓋タイプだね。これ肝だから許される。このキャラメルのさ、こういうシロップが固まってさ、カリカリになってるってことだね。あー、うまい。当たりのやつでしょ。そう、結構キャラメルついてるね。おいしい。全部それだとちょっとやがみやね。キャラメルがついてるポップコーンってディズニーランドで食べるものだ。そうなの。出た、帰国しよう。知らなかっただけだよ。ごめん、はい、かぶっちゃった、うん、言われてみればそうかも。あんま甘くないのこれ。そう、あんま甘くないのね。ポップコーンって甘い味付け選んでもさ、なんかスイーツ食ってない感じしない。塩気あるからね。そうそう、ずっと一人でこれ持ってたじゃん、うん、みんな俺のこと見て見ぬふりするんだけどさ、うん、子供だけは、うん、はぁーってみんな一緒にこっちはぁーって見て、俺もはぁーってなって当たり前だけどすごく恥ずかしかったんだよ。あれに近いよね。ハロウィンの時、犬の散歩してるおじさん。六本木のハロウィンあるある。夜中にチワワとか小型犬散歩するやつ現れる、うん、寂しいんだよ。犬もたまたまんじゃないよね。これだけうまい。あっさりしてる、我々向き。キャラメルでさっぱりしてるってことは大体さっぱりしてるもんね、全体が。ああ、ここ見て、こうなると、あウィークポイントだね。こうすれば直せるから、みんな注意して。バケットのことはもう何でも聞いてる。出る、はい、モンザイモン思い出した。中からターミネーター2みたいなやつ、敵キャラみたいな銀色のやつ、ね、そんな話は。うわっ、これだけ持ち歩いてたら結構やばいよね、うん、中から白い粉出てくる。ちょっと入れて、あ、これでしょ。もっと入れてもいいかも。半分ぐらい食べて入れた時の感想です。キャラメル感が消える。あのカリカリにキャラメルついてるやつがあったら勝負できんじゃない、うん、確かに粉がついてるの分かる。分かる。若干なんかチーズ感、別にかけなくてよかった。変わった変わった。変わんないもんつけないし、規定の量の倍入れてるから。いや、もうあんま覚えてないんだよね。それで納得してくれる人たちばっかじゃないの。だけどキャラメルの時も結構甘かったね。あれだけど甘くなってる。すごい甘くなってる。すごい甘くなってるわ。だからチェダーチーズ感あるよね。ちょっと中学の時に大人っぽいなって感じの女の子だったのに、高校に入ったらロリータに目覚めた。あ、ロリータ別にいいんじゃん。白甘いから。あ、なるほどね。ジャックさ、うるさくてさ聞こえてないの。集中力が持たない。どっちもじゃあしょうがない。バケツ集めてるそうですね。違う。すごいゲストさん初めて。ハンターハンターのポックルタイプの。あれだ。バナナオレのバナナの香りするの。キャラメル感はそんなない。バナナシロップだ、ね、なんでこいつだけ塩なのかな、うん、バナナの香りが強すぎて、これで次甘かったら多分くどってなってる、なるほど、ね、これ塩にしてちょっとバランス取ってる感じです。すごい香ばしいから、バナナのスポンジケーキみたいな感じ。結構香り強い、ね、うん、でも食えちゃう。これはコーヒーだ。最初すごいおっとりそうに見える子なんだけど、蓋開けてみたらサバサバしてる感じ。なんで目ん玉クリクリさせる。これ初めて食べる。しやすいバナナだ、うんうん、これすごいね。めっちゃバナナね。バナナ好きな人好きかもね。あれだけこうやって普通のキャラメルのが好きかな。俺も別にこれ買わない。友達に買わせて一口もらうのにはベスト。多分みんなで分けようぜって言ったら、なんで買わすんだ。え、だってキャラメルと塩キャラメル合わせたの。キャラメルバナナケーキみたいなんじゃん。あー、これうまい。あ、バナナちょうどこれぐらいがいい。なるほどね。ぐらいになるから、あ、これめっちゃちょうどいいわ。あー、
あ、うまい。これは一緒に食べるべき。キャラメルと塩キャラメル、まあもしくはこの塩キャラメルバナナ風味のバナナ風味のフレーバーを予約してくれるだけでいいのかもしれない。まあそうだ、うん。これは危険だね。危険？なんかすぐ落としちゃう。ああ、うまい。うまい。やっぱでもキャラメルってあの茶色いキャラメルじゃない。お前だからまあシロップなんだけど、うん、香ばしいからやっぱなんかタルトっぽいんだよね。うん、これは面白い。バナナよりか単体でいける。ピザの匂いするね。ピザ食いてる。めっちゃ食いてる。でもピーチ食いたくね。後ろにさ、うん、ピーチの香りをする何か入れてる。彼氏の車に乗ったらさ、うん、別の女の香水の匂いする。あ、この車ピーチ乗ってたな。あ、なるほどね。なるほどねじゃないけど。プレイボーイじゃん多分。マリオ。ダンディだし。親指上げてるし。ここまでの食レポが良かった人は高評価ボタンを押してください。ここまであんま良くないけど大丈夫。4500円でめっちゃ高いのよ。一番ポップコーンの入る量少ないの。お姉さんが少し気まずそうに言ってた。あ、すいません、マリオあんまり入らないんで。ちゃんと言ってくれるのがいいよ。うん、あ、美味しい。うん、他のより。噛めば噛むほどピーチの甘みが出てくる系だもん。キャラメル界これが一番好きかも。そうだね、俺もそう。あ、でも普通のキャラメルの方が好きだけど。そうだな、俺今日一日これ食ってたからな。俺の女房を乱暴に捨てちゃいかんよ。ないがしろにできねえわ。まあそうだね。入ってる。え、あ、何どうやって入ったのお前。はい、美味しい。これ光るかな。うん、おー、パンパン。マッシュルーム味の何かって食ったことある？マッシュルームぐらい。お菓子とかでさ。ああ、そういうこと。そりゃそうだろ、杏仁豆腐って甘いの流れだった。まあ、スープ、近い近い、そのインスタントスープとかに近いと思う。うまいの。ちょっとだけコンポタージュのお菓子に近い。チェダーチーズっぽい感じにも感じる。パスタみたい。クリームパスタ、うまくやればね、パスタと食べれる。え？え？何だっけ？どうしたの？なんか、おかずっぽい。コンポタージュっぽくない？なんか、いた？いた。あ、全然聞いてないな、お前。いや、これ、トウモロコシ出てきてんじゃん。あ、確かに。だから、ポタージュになるんだろうね。コンポタージュにこう、ペッて入れて食ったら、別に。あ、うまいね。うん、クルトン代わり。あ、いいね。ここにボタンがあって、うん、これ押すと、よっ、めっちゃ光るじゃん。これしかももう一回押すと点滅するから。でで、で、店員さんがね、もう夜ガンガンに光らしちゃってくださいって言ってさ。めっちゃ悪いやつじゃん。そんな大事そうに抱えてるとさ、ラブドールとデートしてるおじさんみたいな。ねずこちゃんはね、中身と箱別々でくれるから。そうなの？なんでだろう。汚くなるからじゃない。他の方がいいの。入れずにくださいっていう人が結構多かったんじゃない、もしかしたら。俺のポッケに1日入ってたから。ちょっとおじさんのポッケに入ってて和風フレーバーってちょっとやだ。なんでそんなに外国のお菓子の香りする。あー、そのタイプか。ドクターペッパーとか。俺なんかさ、俺なんかさ、つったじゃん今。あー、いや、いいよ、続けて。あー、大嫌い。いや、これやばいわ。そんな悪い方の梅。まあ、俺は結構梅干し好きだから。なんかさ、もう痛み見る。してこれ、匂いやばい。あんま欲しくない。酸味のあるポップコーンとかだったら面白かった。煮干しの香りする？なんか。あ、よく通ったね。だよね。他のってさ、一般的な味やん。あれが好きな人は好きなんじゃない？ドクターペッパーとかそういうのが好きな人。なんでこんな攻めた味にしちゃったの？ね、どうせ売れるんだからちょっと遊んでみない。あ、食べないでください。食べないでください。これパワーアップバンドだから。じゃあちょっと最後に皆さんお待ちかねの箱解説です。なんかこのちょうどこの中に鬼滅の刃が全巻入るっていうのがすごい有名なんだけど。本当それだって何巻あんの？20巻とかでしょ。いや俺もよく分かんない。絶対入んない。分かんない。鬼滅の刃なんか薄い本だったら入るとかそういう話じゃない。いや、なんか俺なんかの人見たよ。なんか誰かを並ぶのにね、帰ってインパしてすぐ行って、うん、でインパするのは一番前とかじゃなかったんだけど、うん、インパしてまあ割とまっすぐ向かって1時間20分ぐらいだな、うん、何してから？え、何してから？
インパシー言わされる前に自分から言えよ。もうちょっと多めにインパを使ってくれ編集しづらいだろ。もう忘れちゃってた。もう今日一種類しかポップコーン食えません。何食べる？せーの。おキャラクターじゃん。普通だな。これ多分これかな。ピーチ。で3位がこれ。はいはいはい。この塩はね、ちょっと今日しょっぱすぎた。ポジションは。ちなみにどっちかなる？濃い方がいい。ああ。バター濃い、塩濃い方が好きだから、はい、これかな。うん。まあいいんじゃない。今日もしかしたら一番うまかったの、普通のキャラメルとこれを一緒に食ったやつが一番うまかったね。あれもう一回食いたいなと思ったけどさ、お前もこれフレーバー入れちゃったから、あれもう二度と食えないんだよ俺ら。もうお腹いっぱいどんだけポップコーン食ったの。気持ち悪い。ポップコーン食べすぎた。腰が痛い。腰が痛い。特に店員さんとかもあんま突っ込んでくれなくなったし。そうだね、さっきもいたな、あいつも。明日もいるんだけどね